にちは、イラストレーターの松田優です。今日はですね、春のちょっとツツジを見にツーリングに行こうということで、いつものバイク友達と青梅市の潮船観音に向かっています。今ね、青梅街道を北に折れてですね、もうすぐ潮船観音が見えるところです。潮船観音ね、私一回も来たことないんですけれども、新青梅街道沿いに走ってるといつもこの潮船観音こっちだよっていうのが出てるんですね。なのでね、こっちか、潮船観音はね、今の時期なんかツツジが、咲いている庭園が見学できて、それがなんか美しいそうなんですね。この間ね、山のツツジを見たばっかりなんですけれども、今日はちょっとこのバイクでね、ツツジを見に行ってみたいと思います。お、ここが専用駐車場かな。はい、ではね、駐車場に到着しましたんで、これからね、歩いて、潮船観音の、庭園の方をね、見学していきたいと思います。それでは行きましょう。おー、立派な山門ですね。あ、今現在地ですから、ぐーっと登っていくと、やっぱり潮船観音っていうだけあって、観音様が最後いるんですね。次はバラ。バラ。あ、そうだね、春バラだね。それからアジサイかな。あ、そうかそうか。アジサイもあるんだ。今日はツツジ間に合うかね。本年のツツジ祭りは終わっちゃったんですね。本当だね。もうこの新緑にね、かやぶきだかわらぶきだかが綺麗ですね。綺麗ですね、これもね。秋も綺麗そうですね。新緑が。おお、観音様がいるんですね。ツツジ祭りね、終わっちゃっただけあって、さすがにツツジはちょっとピークを過ぎたかなっていう感じがしますね。ちょっと残念ですね。この道を行けば観音様のところにたどり着けるんでしょうかね。おお、でもすごいね。これはだからツツジが混ざったなんて言うんだろう、これ他の木は何なんだろうね。点々と見えるからまたいいんだろうね。おー、観音様、おー、見えますかね。観音様のふもとまで来れました。すごいですね、観音様高さどのくらいだろう。15メーターぐらいかな。結構ね、いい形してらっしゃいますね。綺麗です。
おお、ここはね展望台みたいになってんですね。おお、綺麗ですね。いい眺めですね。おお、観音様の麓まで来れました。そしてここが展望台になっていて、こんな感じです。結構綺麗。何？なんで潮船半観音っていうのかっていうと、こう船のような形になってるんですか、これ。なんか、うん、みたい。この土地が。ちゃんと読んでなかったね。そうだよね。湖とか川とかないもんね。なるほど。これ庭園としては面白い形だよね。すり鉢状でこんだけ密集しててね。はい、ということでね、潮船観音のプチツーリングいかがだったでしょうか。ちょっとね、あの辻の頃は少しね、あの超えてましたけどね、ここは近いんでね、またねこの紅葉の時とかね、また辻リベンジでもいいですからね、本当にこの最盛期に狙いをつけてね、また来てみたいと思います。それではね、またね、あの新緑のうちにね、山動画の方もアップしたいと思いますんで、そちらの方もどうぞお楽しみにしてください。それではまたハウトゥー動画かバイク動画か山登り動画でお会いしましょう。さよなら。あ、ステーキマンでステーキ食って帰ろう。